インターネット tv の白石肇です。昨日で東日本大震災からちょうど10ヶ月が経ちました。去年の暮れに野田総理大臣は福島第一原子力発電所が冷温停止状態に至ったとして事故収束を宣言しましたが、地元福島では強い反発を呼んでいます。さて、その原発に関して、1月14日と15日の2日間、横浜で脱原発世界会議という大規模なイベントが開催されるのをご存知でしょうか。 今日はこの脱原発世界会議をテーマにお伝えします。えー、ゲストをご紹介しましょう。この、えー、脱原発世界会議の実行委員長を務められる、えー。吉岡達也さんです。どうぞよろしくお願いします。ま,すまあ吉岡さんは普段は、えー、ピースボートの方で、まあ共同代表をされていて。まああのー、そっちの活動もされてるんですけども、も今回まあ脱原発世界会議の実行委員長ということで。あのー、まあかなり大規模なイベントを企画されてるんですけれども。 まだもしかするとテレビを見てあのいらっしゃる方は聞いたことない方もいるかもしれないので,で、ね、この脱原発世界会議というのがどういうものかまず最初に、まあ、概要といいますかどういうものか教えていただけますすかそうですねあのいやもうぜひあのご紹介したいんですけども、えーまあ14日、15日この週末なんですけどが、はい、世界中からです、ね、大体30か国ぐらいの、えー、原発 および、えー、自然エネルギーの専門家の方々に集まってもらってでなおかつ日本の国内でも、ね、その原発問題に詳しい方またあの助けます、活動されてる方自然エネルギーで活動されている方に集まっていただくとで、えー、全体規模としては30か国の人が、まあ、ゲストにいらしてしかもその方々が100人ぐらい,100人ぐらいでプラス、まあ、日本からの,のゲスト。 プラスその参加していた一般の方で大体8000人の規模でえ横浜のパシフィコ横浜ですか港未来にありますね。ねであそこを借り切ってですね、えー、開ちょっとですね昨日ちょうどその、えー、外国人特派員協会で記者会見もまあ行われたんですけどもちょっとね外国からいらっしゃる方々も本当に、まあね、あのたくさんいらっしゃるんですけどちょっとこちらのにあに。あの あまりにもこう選択けたら4名の方だ、ね、本当に私も見ていて、ね、あの本当に中東も含めてです、ね、アジア、ヨーロッパいろんなところの方がいらっしゃってるんですけどちょっとだけあの、まあ、代表的な方というか有名な方をちょっと並べてるんですけどご紹介いただきたいんですけど例えばこの方え<っ>、えー、レベッカ・ ハルムスさんいわゆる EU ってありますよねヨーロッパ連合ヨーロッパ連合の中の議員の方で,でその中で、まあ、もちろん緑の党なんですけれども,、えー、もうすごく初期の時から、えー、脱原発政策を取り入れるための活動をしてきた方でもう本当にあの、えーまあ、ヨーロッパの脱原発チャンピオンといってもいいような方ですよね。 それから、ね、あのもう一つ下の方もまたドイツの方で<っ>この方も非常に重要な方で、えー、やはり今のドイツが最終的にその倫理委員会での,、はい、あの決定を経てです、ね、脱原発を決定するんですけども、はい、その決定に非常に大きな あの影響を与えた方で、まあ見ていただいたらわかるんですけど、要するに原子力安全委員会日本でも。非常に有名になりますけれども。はいはい、ま,まさにそれの、はい、まさにそれの委員長、はい、ドイツの委員長を務められた方なんですね。はいはい、あ、なるほど。ええ、今回はね、まあドイツの方々のその経験を聞くようなセッションも用意されて、ねはいますよね。はい。そしてマイケルシュナイダーさん。ええ、で、まあこの方はもうあのー。 えー、今回の「3・1・1」以前から日本にも何度か来ておられててであの元、えー、知事の、えー、佐藤栄作さん、はい なんかともお会いになってですね、あの、が知事時代に。ええ、で、福島の原発に対する、まあ、今後に関してのいろんなサジェッションもですね。あの、しておられるという、そういう方ですね。ですね日本にもすごい親しみのある方ですね。はい。はい、ね、今、佐藤栄作さんの話もありましたけれども、あの、その前の知事の佐藤栄作さんがね、出てらっしゃるセッションもありますよね。ええ、そうなんですよね。うん、そうすると、やっぱり。海外と日本との、その、まあ、対話などを通じて、こう、世界に発信するっていう形になるんですよね。そ,うですねそして、ヨルダンの。 国会議員の方なんですか、ね、あの、まあ、この方は、まあ、もちろんその今見たねヨーロッパのね、ええええ、ヨーロッパってやはり脱原発と自然エネルギーに関しては、まあ、あの一歩進んでるっていう状況ですけれども、ええ、一方で今度は日本は原発の輸出も考えてるわけですよね。ええで ヨルダンベトナムヨルダン、えー、リトアニアかな、はいはい、っていうのがいち今一応候補に挙がってるわけで,でそのヨルダンっていうのはでも実際にはねあの昨日も外国人特派員の記者会見で言ってましたけども水がないんですよね、まあ、当たり前なんですけど水の少ない国ですよね,すね中東の熱い国ですから。にもかかわらずですね 原発っていうのは水がいかにいるかっていうのは今、今回も、ね。もう皆さん分かって,らてるんす、ね。本当にすべてです、ね。そうなんですよ。うん、そこで、ど、なんで作るんだと、うちで、その。原発を作るのが、うん、非常に、あの、実は国内的にも反発もあってですね。うん、この来られる方は、国会議員で、なおかつ、えー、エネルギーの。 委委員会の委員会長なんですよ、はい、でその方が基本的には非常に懐疑的だと、うん、その原発を立地することに関してですねっていうことでぜひ私もこの世界会議参加させてくれということで駆けつけられるということなんですね。うん、で他にもあのモンゴル なんかもあんまりちょっとモンゴルってイメージないかもしれないですけど、はい、モンゴルも実は核の廃棄物を受け取る、えーえーまあ、そういう大きな施設を作る、作らないっていう話がありまして、えー、でやっぱり地元の方はそんなの作ってもら,ったら困るよということを言ってられるやっぱり、うん、あの市民の方がおられてです、ね、それの代表選手みたいな方が来られるという,うそういう面では単にこうヨーロッパ だけではなくてて本当に全世界からで、ねうん、集まっていただくで付け加えるとやはりあのもう一つ被,被爆者の方々ですね、うんこまあ、もちろん私たちにとっては広島長崎っていうのが非常にその被爆経験っていうことであるんですけど、うん、でも実際にはその後ですね、えー、世界中で、えー、核実験が行われてるわけですよね。うん、で、まあ、有名なところではサハラ砂漠ですとか。はい あると思うんですがあ,の大地であるとかそれからまあもちろんチェルノブイリの事故もあったわけですしセミパラチンスクであるとか世界中の,その被爆者の方々にもです、ね、この会議に今お誘いしていて,ていあのう今、話に出た外国人特派協会で、まあ、記者会見されたちょっがビデオに収めてあるのでちょ,ちょっとだけあの雰囲気をご覧いただきたいと思います。はい これまで10ヶ月間、私たちもいろいろな原子力に対する問題というのは、市民団体レベルで取り組んだりというのはあったんですけれども、国 今回そういう意味ではあのやっぱり世界とその非常にこう交流したり対話をするということがメインに据えられているというのもありますしあるいは今お話があったようにまあかなり大物というか海外の中でももちろんまああの市民の,あの団体の代表も皆さんすばらしいわけですけれども国会議員とかですね例えば本当に原子力委員会の元委員長とかそういったまあ,ある程度要職にあった方々もいらっしゃるということですそういう意味では非常にこう福島にもいらっしゃるようですし大きなまあかインパ クトになるのかなとも思うんですけどそこら辺はいかがですか。 あのゲストの方々は福島の方を訪問されるんですけど南相馬の方にも行かれる予定なんですけれどもあの僕はもともとまあこの会議を始めるにあたってなんですけどえやはり今福島の現状というのがですねやっぱり非常に僕は厳しい状況にあると思ってますし福島の方々をいかに支援するかっていうのはこの会議のもともとの動機の一つとして大きな動機としてあるんですね。というのは僕はやはりこの福島の問題っていうのは。 えー、もう日本だけの問題じゃないと思うんですよ、もう完璧に国境を越えていて、うんで、本当に国際的な枠組みでどうやって、じゃあこの事故の問題を処理していくのか、うん、でまた今、被災されてるで福島の中で、えー、放射線の汚染によって、ですね非常に不安な生活を送ってられる皆さんをどうやって支援していくのかということを、うんうん、僕はやっぱりっぱ国際的な枠組みで考えていくべきだと思うんですよね。うん、で それが一方であってで同時にです、ね、世界中の原発のあるところの方々もしくは原発が建てようとしてる人建てようとされているようなあの地域に住んでいられる方はじゃあどうなってるんだろうかと福島は今でまた広島長崎で原爆を体験した日本人の人たちっていうのは一体どう思ってるのかとこの原発に関してですねいうことをものすごく知りたがってられるんですよ。 でまあ、僕はピースボートの活動をやってきたわけですけど、はいでまあ、世界中回りますよねで3・11があってからもあの僕たちの船っていうのは大体560か国ぐらい行ってるんですけどそのもうほとんど全ての国でやはりみんな福島の原発の事故のことを知ってるわけですよみんな知ってはるわけですよで僕は写真展も持っていったんですけどねあの日本の,あの東日本大震災写真展みたいな形で福島の あの原発事故の写真も含めて持っていたんですけどやっぱりもうあらゆるところでどうなっているのかって聞かれるでその中でですねやっぱり非常に責任を感じたんですね、やっぱり今、その日本が、えー、福島がどうなっているのかということを世界に発信することでそれは今度はですね世界中でもしかしたら第二の福島第一原発が起こるかもしれない起こる可能性あるわけですよね、でそういう中でそれを事前になんていうんですか予防していくと。 いうことができるかどうかっていうのは、おそらく今福島で起こっていることをどれだけちゃんと私たちが。発信できるかだと思うんですね。で、福島の方々の思いを。世界にどれだけ届けれるかということが。それにつながるんじゃないかなという。 ことすすごく思ってますですからあのこの会議の中でもちろん外国のゲストおられるんですがあの福島の部屋っていうのを設けて福島の,あの各地の方々に来て頂い,いてどんどんお話をその海外の方にしていただくというようなあの企画も設けてるるんですよねなるほどあの、まあ、今そういうふうにおっしゃっていて先ほどちょっとですねあの南相馬のあの えー、若い学生さんたちがピースボートに乗って、はいえー、対話をしている写真があったんですけど、はい、ただあの、一方ではですねなんかあの実は今回その例えば原子力資料情報室ですとかあるいは、えー、グリーンピースですとか、はいえー、6, 6つの団体ですかねで実行委員会を組んで,そ,でそして、まあ、たくさんの他のまあ市民団体とかいろんなグループが参加してまあ実行なんですけれども。 この10か月間といいますか割とこうまあ夏ぐらいまでかまあピースボートというともとにかく震災の後はあのは石巻とか津波被害地の復興に今非常にこう取り組まれていてこうまあ脱原発運動をしているとかあるいは被爆の問題を取り組んでいる人たちからするとちょっとピースボートどこ行ったのかなというようなね、若干こうあの影がこうまあ薄いという感じだったのがここに来て。 あのまあ、非常にこう大きい会議を組織するっていうことで、えー、やっぱりそこにはこうなんか、まあ、はっきり言うとものすごい規模ですからね、はい、皆さんも財政的なことも含めて、まあ、あのこれを盛り立てなきゃっていう気持ちがあるんですけどもやっぱりここで何とかしなきゃっていうのは、まあ、どういったその逆に言うとあのここでやる意味っていうのが そういうう動機っていいのがあるんですかねいやあの僕たちも実はあの、まあ、ピースポーツそのものはあの1983年に始まってますからあのチェルノブイリのやっぱり衝撃ってすごかったんですよね、えー、でその後船でもあの日本各地の原発を巡るっていうようなあのクルーズを組んだりとかいうこともやってきたんですけどもあの今回震災が起こった後にですねあのもう実は僕たち内部的にはすぐに。 やっぱり何かしたいで。その中でこの脱原発世界会議というイメージは実はあったんですよ、うん、もう最初から結構あったんですねでもも。もう4月ぐらいの時点からこれも絶対そういうものをやらなきゃいけないんじゃないかで。 まあそれの一つはやっぱり僕たち自身が世界回ってますからやっぱそのネットワークを生か,し生かす形でやはりこの今の現状に対してですねまああのこの事故の問題を解決に向かわせるもしくは福島の被災者の方々にサポートするということができるとすれば僕はやっぱりピースポートの役割というのはやっぱ国際的なネットワークを使ってじゃないかとうう思っていたんですでも一方でねやはり今回の震災っていうのは僕もまあ石巻、お長い言ってますけど南米も。 まずは目の前の被災者の方々をなんとかしなきゃというのはやっぱりもう僕はピースボートのメンバーの中でもすごく強くあってでそれをまずやると。うん でその中でやっぱり原発の問題ってやっぱり難しかったですよねそのあのただ単にじゃあ,あの事故が起こったからじゃあもう全てね福島の方々にあの避難してもらってじゃあ原発全部全国を止めてっていうのは一瞬でできるかっていったらやっぱりそれなかなか難しいっていうことも、うん、初めの段階からやっぱりあったと思いますしで例えばあの変なパニックが起こることに対する非常に強いあの懸念みたいなものも日本社会実態ありましたよね。はい そういう面では、やはりあのまずは僕はこれは福島の方であろうがあの僕らにとってはあの宮城、石巻の方であろうが一緒ですけどまずは震災救援をやるとでそれにまず全力を尽くすとでその中でやはりあの自分たちのできることは何かと今、特にこの原発の問題に関してもしくは今後のですねエネルギー政策に関してやることは何かというのを考え出したんですよね。 あのその中で夏にちょうどあの南相馬の,あの中学生の方々を船に招くっていう企画を実現できることになりましてでその時にやはりあのまあ現地南米も行き始めたんですけどもやはりその夏の段階でもう全然先行き見えないという状況の中でですねでなおかつこうもうだんだんやっぱり夏ぐらいからその 原発事故に関する情報がだんだんこうなんていうんですかやっぱり抑えられてくるというねまあ関心もこう減ってくるというかメディアの方の露出も少なくなってくる、うん、まあそれは圧力がないのかあるのか知りませんけどもやっぱりそういうとこがあって、うん、でやはりその夏ぐらい南相馬の方々がつながりだしてからこれはねやはり外へ向かってのやっぱり国際的なつながり 国境をを越えたつながりでこの問題を見ていいいかななきゃいけないでその中で、えー、福島の方々のサポートを考えるで同時にやっぱりこの事故の世界的な意味っていうかを考えなきゃいけないっていう気になってきたんですよね。で,ですから初め4月にアイデアあったけど本当にその8月の南相馬の中学生の方々との,あのお付き合いを経てでまあ僕ら的には満を持してやっぱり、うん。 ここでやるい特に1年、まあ、あの1周年ですを、ねうん、前にや,っぱりやる必要があるんじゃないかっていうつもりでピースボートというとここ、まあ、何年もその被爆者の方、ね、広島長崎の、はい、やはり被爆した方々を数年前に100人とか、まあ、いう規模で、はい、あの乗っていただいて、ねはい、あの先生会を回って。A スピーチをしてっていうことをされてきたと思うんですけれども、やはりそういったものとの関わりっていうか、ここでそういうものがこうつながっているっていうふうなあのこともあるんです、ね。ええ、もうそれはすごくもうあの最も停流にあるのはやっぱりそれですよね。あのここですから五年ぐらいであの本当に被爆者の方々に、えー、まあ。 えー、200名以上かなあの関わっていただいてで全世界本当に一緒に回ってきたんですよ、うん、でその時にやはり,あのやっぱり広島長崎の経験というのがいかにそ,の、まあ、それ日本人の経験でもあるんですけどやっぱり人類の経験として意味があるのかっていうか、まあ、それを思ったわけですねでやっぱり核の悲惨さっていうのをか知らせていくっていう。でその 日本で起こったこの原発事故でしょですから広島長崎とあって今福島の事故があったっていう中で考えると僕はあの非常にこの会議をやるあのだって大事だと思っていることはやっぱり世界の人たちに誤解を与えたらいかんと思うんですよ要するに広島長崎を経験した日本がね福島も経験したにもかかわらずまだ原発を続けるってことは。 やっぱりね豊かになるには原発が必要じゃないかというふうに世界の人たちが思ったときにそれはすごく大きな責任を僕らは背負うと思うんですよねだからまさに今その世界に対して何が起こっていて私たちはこれを決して望んではいないで極力早くに原発をなくしたい自然エネルギーに転換していきたいそれが私たちの広島長崎そして今福島の事故を経験しての本音だっていうねところを そういう意味では本当にあのプログラムの中には福島のものだけでなく先ほどもお話があったように世界中のまあ被爆者の方々が集まったりとかあのいろんな経験をまあ共有したり、はい、えまあ研究したりっていうようなことが行われるんですけどただですねとにかく今回大規模すぎて。 最ぐらいのセッションがあってですね私もあのこの1週間ぐらい一生懸命勉強しまして <laughs> だいぶ把握ができてまいりましたが、はい、あのあがう今日も,もうあとわずかなのでもうあの皆さんもあの興味持たれた方も、ね、これからどこ行こうかなってすごい悩まれると思うんですが、はい、なかなか、ね、これも把握難しいので、まあ、ちょっとあのウェブサイトはあの脱原発世界会議を打てばすぐにあの細かい情報は出てくるんですがちょっとですね、えー 見ていただこうと思うのはこれあの、すごく分かりづらくて申し訳ないんですけど会場の図なんですで、パ,パ,シパシフィコ横浜なんですけど、ね、1>, 1階から4階までのすべてのフロアを、まあ、あの会議棟というところは使って催しが行われるということで、はい、ちょっと簡単にご説明しますとここ、ね、ちょっと1階のフロアですね 2, 2階から入って降りるとここにあの大きな会議場がありましてここでは開会閉会イベントとか あるいはその国際会議先ほどお話があったりさまざまなゲストの、ねえー、会議が行われてあとトークライブっという加藤時子さんとか、ね、中田一さんで夜1日目の14日の夜はトークライブがあって私たちの「アウプラント TV」の理事のピーター・バラカンさんも登場することが、ねはい、決まりまして。はい、い <laughs> それから、えーっと とこちらのですね、3階にの方なんでですすけど、3階のですね、ええー、大きい301と302と30っていう部屋なんですけども,ものすごいマニアックなこと言ってます301と302という大きな部屋が600人ぐらい入るお部屋なんですけれども、こちらの方もやはりね、非常にも海外の方含めた大きな国際会議がたくさん開かれまして。 であとまあ分科会もあるんですけどちょっとユニークなのがこの隣にありますアーティストラウンジってこれは,あこれはの本当ミュージシャンの方とか、ね、あの例えば杉蔵さんっていうね、はいえー、ミュージシャンの方とかそれからまたあの田中優さんと最近、はい、あの喋っておられますけど現場に関してそういう方の、まあ、トークミュージックみたいなそういう感じで、うんえー、話をこうあの会場の方とも。伝えていいくというかあの うん、こうコミュニケーションしながらやっていこうみたいな、ね、そうですねあのー、新春の番組にアープラにも出ていただいた天宮佳林さんですとかそ,すそ,すそれからルポライターの鎌田聡さんですとかかなりそのいろいろ ね、あのー、興味深いプログラムがたくさん展開される。あとあのロックの会って言って、はい、あの映画監督に岩井俊二さんとか小林武史さんとかそれから、はいえー、松田美由紀さんですか？はい、とかやっておられるあのあ岩上康美子さんとかね、やってられるあのなんか会があるんですよ。で多分それも誘致して。 ここでやってもらう、ね。えっ、ー、と、十四日の夕方の時間はそのロックの回でしたね。ねはい。<laughs> もうなかなかいろんなプログラムがあって、もうなんかようやくこの間決まったぐらいの。そうそうあの感じでも、皆さんは、ね。それ十五日です。十五日ですね、<日>あ、ごめんなさい。はい。それから、お隣が展示ブースということで、ここももうたくさんの団体が展示を。予定されていますよる、ねね、写真展。もありますし、はい、それから各団体のいろんな活動の報告みたいなものとか。そうですね。ええ、あの、かなりこう、地方からいらっしゃる方も。 多くて今回は本当に玄界ですとかそれからあの福井の若狭湾ですとか、ね、6か所とかですねもういろんなところからやはり持ち込みの企画も来てますよねいただ,、えー、だから大体あの100団体ぐらいの方々がいろんな展示とか持ち込み企画っていうのが、ねね、行われるっていう。はい そして、えー、ここには子ども向けの,あの場所があってこれはちょっと私もあの自分は関わらないんですけど一緒に考えて企画を考えたりしてるんですけど子どもプレスという企画では子どもたちが記事を書いたりとかですね、あのする。 あのプログラムがやっぱり今回その、ね、この事故でやっぱり最も被害に遭うのはやっぱり子どもたちじゃないですか、うん、この原発の放射能の影響を受けるのはだからやはり子どもそれから女性の方っていうのは、うん、やっぱりなるだけですね参加しやすいよ環境を作ろうということはありましたし、うん、やっぱり主役としてあのすごく会議として迎えたいなと思ってるんですけどねだから、うんね、えぜひとも親子連れの方だから全然遠慮せずに。 あの来ていいいたただきう本当に子どもたちがこうくつろぎやすいような環境をかなりあの整えて、託児所もありますからえそうですね、託児、はい、もありますよね、でまあ、とにかくやはりその世代が一番本当か、関心高いですよね、よ実際のところに。えー、なので、ぜひあのお越しいただくといいんじゃないかと思いますもあの妻と2歳と4歳の子ども、2歳と4歳なんですね。 まあ先ほどちょっと話が出てました福島の部屋というのがあのここにありますでここはあのガラス張りであのこっちの方には海が広がってるようなね素敵な場所なんですけどねここはもうかなり長い時間じっくり話し込むようなそうですでやっぱりここにあの、まあ、もちろんあの日本全国から来られる参加者の方々もあれんですけど、まあ、あの海外のゲストと福島の方々がやっぱりもっと膝つき合わせて話せるようなあの空間を作ろうということで2日間もずっと。 福島の方々のお話を聞いていくという形で作ったんですよねうん、うん、あのバスでかなり相当多くの方がこ来られるんですよねあのシャ、シャトルバスみたいな感じで、福島からこう、はい、会場まで,で,でバスが通ってるんですよね。ええええ、でたくさんいいらっしゃるという でまあ、各地からでですね福島の中でもそれから、まあ、あの持ち込み企画がすごくたくさんあって、まあ、たくさんありすぎてです、ね、もうあの説明できないぐらいたくさんあるんですけど <laughs> あの私なんかはここ、ね、内部被爆研究会って市民と、ね、科学者が一緒になって内部被爆の問題を考える会が発足するんですけどそこのセッションなんかは15日に開かれるんですけど多分、多くの方が関心を持って。 えー、参加されるんじゃなないいかなと思いますそれから、すごいなんかあの海外ゲストと話そうという、ね、またセッションもあって<え>そういう意味では本当に盛りだくさんなでで会場の中でも盛りだくさんなのに外でもデモは14日の<え>、えー、15時、えー、ポートサイド公演というところスタートで山下公演に向かって14日に、ね、あの行うという。 14日の15時にポートサイド公演ですすぐ会場のそばということなのでそちらのほうに参加もできるとだからどこに行きたいのかすごくこう迷ってしまうんですけどあと、のー、から「ですねアワプラン TV は」は脱原発世界会議テレビということで全部の部屋のセッションを一応中継するつもりなんですね当然、同時にいくつも見れないのであとからまああのそちらのほうで見ていただくといい裏番組がたくさんあるんです。よね,これね そうです裏番組がもう,う、ね、チャンネル数でいうと結構すごい。ごめんなさい今ねあの14チャンネルぐらいあの用意してるんですけどそんな感じであと英語のチャンネルも2つは、ね、2> <あ>用意しようと思っていますのでぜひそちらの方ねあの海外の方にもねあの お知らせいただけると思うんですけれどもあの本当思いとしてはねあの国際会議ってなんかすごい偉そうな人が来て偉そうにしゃべってそれ聞くだけみたいな感じあるじゃないですか,だからそうではなくてやっぱりその具体的にこうダイアログというかあのコミュニケーションをその方々が取れるような機会をたくさん作っていますので、うん、あのぜひともそういうなんていうんですかね敷居の低い国際会議、うん、みたいな感じで見ていただけ,見ていただければなというふうに来ていただいていま 行動の森といってね、はい、その行動目標みたいなかなり具体的に出していこうっていうことも考えられているので、ええ、やっぱりそういうそういうなんていうかあの単にこう会議に参加したっていうだけじゃなくて、自分たちは次に何ができるのかの考えましょうっていうのはやっぱり重要なのかなっいうふうに思いますけど、ええ。いやもまさにそれで、でやはり僕はあの本当具体的にその福島の方々への国際支援っていうのを、うん、やはりこの会議で具体的にですねアイデアをやっぱり作り出していきたい。でここからスタートさせたいんですね。で同時にその脱原発の世界的なネットワークっていうのを 今まだないんですよ。ですからその<ー>国際ネットワークの立ち上げの場にぜひ具体的にしたいとは思ってるんですけれども、うん。そしてもうあの番組がそろそろしまいで一番重要なことをまだ話してなかったんですけど参加の仕方なんです。<laughs> あ,はい、<laughs> あのもうあの今週の末のですね十四十五なんですけれども一応まあ入場料はかかって前売りという形で今、はい、えっとウェブサイトとそれからローソンの方で購入できるんですよね。はい 1>, でえー、と1日単位とそれから2日単位で販売されて今、ここにあの、えー、テロップが出ているんですけれども、ぜひです、ね、ウェブサイトで脱原発世界会議というふうに、まあ、検索していただくとあのきっちりいろんな情報が出てくるので、ぜひ、まだ,まだあの入場可能ですので、大丈,で大丈夫です。 毎日<ー>、えー、近くなってきますのでなるべく早めに、はい、あの前売りチケットを購入して用意していただければというふうに思います、えー、と今日は吉岡さんありがとうございました。